そろそろメインストーリー進んでもらおう。ほんとしんどい。おはよう、プチ。ねえ、昔のことと。使い回しや。嫌な予感がしますね。気をつけてな。お。今日も家計のために行ってくるぞ。飲みたいなら。ねえ、あやとってさ。使い回しか。全然進まんみたいな。経験って感じ。その音色、きらめく剣。Yeah, and some points. そうだよ、だよ。西。よ、二神さん。二神か。いやまたな。そう、別件で取材ってや。あの、いやいや、たまたまだよ。僕はついてないってこと。まあそんな顔しないでくれよ。僕に取材しても何もわからないって。
や、もしかしたら分かることがあった。はあ、ん？いいえ。実は例の寺のラーゼフォンですか。そうそう、ズバリあれは何なんだい。本当にストレートだな。そいつが俺の性分でね。なんだと言われても、ドーレムを次々に倒してるみたいだが。そんなこと聞かれても僕には分かりませんよ。そもそもあれが何なのか分かってる人の方が少ないんじゃないですか。まあそりゃそうか。しかし君だって本当のところそれを知りたいんじゃないのかな。だってとにかくラーゼフォンのことは何を聞かれても分からないんですよ。本当です。まいったな。結局分からずじまいってやつか。そんな苦い顔をされても。いや、手間取らしちまって悪かったな。まあもし何か分かったら絶対俺に連絡してくれよな。見せてくれ。いや、あの、そっか。まっすぐ家に帰るのか。仕事帰りに寄り道かい。ん？行って帰っていいの？マジで。今日サボり？あやと。どうしたの？パクス。買い物してたの。ちょっと手伝ってくれない？え？え？うん。お姉ちゃんみたいに免許がないから車で楽々ってわけにはいかないんだよね。僕も持ってないしね。これ家まで運ぶの？うん、だから荷物を少し持ってくれないかな。いいよ、半分持つよ。ラッキー。じゃあこれとこれと。めぐみちゃん、これ全部持てってこと？気にしない気にしない、まだ買うものがあるんだ。いいけど、ずいぶん買い物をするんだね。お給料が出たし、こういう時じゃないと買い物もできないからね。まとめ買いだよ。お給料か。あれ、アヤトはお給料もらってないの？僕は寺の職員じゃないから。そっか、じゃあ金一封とか。そんなところかな。でも小遣いぐらいにはなるよ。おじさんの家での生活費だって出してくれてるし。なるほどね。あ、この服かわいい、似合うかな。よくわからないよ。そういう時は似合うよって言った方が女の子は喜ぶんだよ。女の子の服なんてよく知らないし、東京ジュピターとはファッションも違うからね。これ買っちゃおう。多分だけど似合っていると思うよ。もう遅いよ。荷物いっぱいになっちゃったね。あ、そうだ、アヤト、アイスクリーム食べない？え、でも荷物があるし。一休みしようよ。荷物持ちのお礼にアイスおごるからさ。でもめぐみちゃんにおごってもらうのは悪いよ。いい
の。アヤトは金一封なんでしょ。うん。俺が戦ってるもんって言ったのかな。もうちょい金振れ。ほら、ここのアイスは有名なんだ。ハイビスカスのジェラードがおすすめだよ。ありがとう、めぐみちゃん。私もアヤトに負けないように頑張らな。帰らんの。ブティックの。ねえ、アヤト。使いましょう。かわいい服も。ゲームス。お前早く帰れや。お前こんなところ公園じゃないで。あれ金もおるやん。あそう。公園じゃ。あやとくんはバスで通って。メグと遊びに行く。アヤト君の頑張りを見てメグも。まあちょっとあれはもう。気はいいか。全然すまへん。おじさん、昼間は一人だから。おじさん、おかえり。絵はそうか。いや。にしてた。迷子にならずちゃんと帰ってこれたのね。偉いわ。あやとくん、これ聞いてみてくれない。何ですか？この曲よ。どうかな？その曲知ってる？いや、初めて聞く曲だと思うけど。そう。
この曲がどうかしたの？はるかさん。ううん、何でもない。好みかなって。それだけ。それだけだから。でも、知ってるかって聞いた。はるかさん、なぜ僕に聞かせたんだろう。も昔いろいろあったらしくてな、今でも大事にしていたいようだ。俺にはわからんが、初恋ってな、そんなものかもしれないな。初恋か。俺だって恋文の人にはそれぞれ違う。お姉ちゃんあればっかり聞いててさ、おかげで私生まれる前の曲歌えちゃうんだよ。猫は忘れっぽいって言うよね。おやつあげても無駄なのか、ブチ。感謝の心は、ブチ。人と初恋、もう味噌じまいだっていうのにお姉ちゃんもしつこいよな。あ、どっちもなんかお前言うて。はるかな、言った。あ、ちょっとしたな。ブチは私を忘れないでね。はるかさん、あの曲だけど。え？な、何？もう一度聞かせてくれないかな。いいわ。この曲ってはるかさんの大切な曲なんでしょ？ええ。いつ頃の曲なの？なぜ？あ、めぐみちゃんが古いって言ってたからさ。15、あ、いえ、16年前になるかしら。ムー大戦の前。そうよ。平和な頃のいい思い出なんだね。うん。このカトゥンって何？よくは知らないけど、マヤ文明の日付の単位みたい。マヤカレンダーというのがあって、それには世界が終わる日が2012年ってあるのよ。へえ。滅びに向かっていても、その日が来るまでは、いいえ、来たとしても愛し合っていよう。そんな歌、私の大事な思い出よ。いいな、それ。え？ムー大戦前の僕の記憶は嘘なんだろ？僕にはその頃の思い出がないってことだから。あやとくん。はるかさんが羨ましいよ。ごめんなさい、あやとくん。私、そこまで考えてなくて、自分のことばかり。いい曲だよね、これ。なんだか
懐かしいような気持ちになる。どうしてかな。初めて聞いたのに。僕はこの曲が好きだな。ハヤト君、ありがとう。すごい顔する。主人公やな。おはよう、ブッチ。おはよう。どこ見てお前おはようよんねお前。ねえ、昔のこととか覚え。そこ見ながら。おはよう、あや。おはよう、はるかさん。おはよう、あやと。うわ、すっごい寝ぼけ顔。おまけに髪の毛立ってるし。寝起きなんだから仕方ないだろう。あやとくん、顔洗ってらっしゃい。タオル、タオル。お姉ちゃん、タオルなんて洗面所に洗濯したのがあるんだからそれでいいじゃん。でも新しいの使った方がよくない？はるかさん、僕も顔は洗ってきたし。あら、そう。じゃあ着替えを用意しなくっちゃ。昨日の服汚れてなかったんで着ちゃいました。そんなダメよ、新しいの出してこなくちゃ。洗濯物は。お姉ちゃん、何メグ、洗濯物場所なんて知らないのにどこを探すつもり。それは変なところを引っかき回して私に余計な仕事を増やさないでよ。でも、あやとくんの着替えを用意しないと。当番で洗濯するの、私なんだけど。そうね。それより、早くご飯食べよ。お味噌汁が冷めちゃうよ。じゃあ私が取り分けてあげるから、あやとくんは座ってて。お姉ちゃん甘すぎ。なんでそんなにこいつを甘やかすかな。そんなつもりはないけど。お姉ちゃんはあやとに過保護だよ。まるで保護者だね。そうかしら。僕自分のことぐらい自分でしますから。そんなの当たり前でしょ。あやとくん、お味噌汁よそ。もう何やってんのよお姉ちゃん。ごめん。大丈夫、かかってないです。ごめんね。私本当にドジで。大丈夫。あやとくん、本当ごめんね。ね、怪我がないか確認するのはいいんだけど、片付けの方も気にしてくれないかな。ごめんね、めぐみ。もう結局は私が片付けるんじゃない。ごめん。ごめん、めぐみちゃん。おはよう、めぐ。2400ポイント。ブ
ち。おはよう、お姉ちゃん。おじ、そろそろストーリー進んでほしい。おっさんが止まるんかな。おっ、その音色、うん、ボーナスか。あらー、しまった。あー、足らんわ。そうそう、なんか起こってほしい。好感度上げときたいな。どうする、ちょっとめんどくさいな。ちょっと指令くらいが。転送の、それ、
誰が言ってたんですか？クヌギ司令。テランに暇なし。常に備えよって。なんだか、クヌギさんにしては砕けた言い方ですね。でしょ？でも本当はそういうとこもある人なんだよ。あの人は。未来家内、南西12キロ地点に B1 ハンド。お。なんだって。間違いありません。B1 です。全島警戒態勢、デフコン3。全島警戒態勢、デフコン3発令。また敵が来たんですか？そう、みたいだね。アルファ小隊、スクランブル発進準備。それと、エイドロも発進させろ。アヤト君、君にラーゼホンでの出撃を要請する。頼むよ、アヤト君。 B1、進路を北西に向け。わかりました。出ます。ラーゼ、めっちゃ繊細。お、ちゃんとスーツになってる。あれ、ブーブーするはずなのな。
おお。おお、怖い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 。ものすごい。よし。よし。よし。完全に消滅。アルファ正体、起動します。さすがですね、アヤト君。ああ、もうおったわ。彼はよくやってくれているよ。お前おったんかいって。